こんにちは、札幌占い美容室早回しの後藤です。今回は僕自身の、ダイエットの、検証結果についてお話ししたいと思います。カズレーサーと学ぶというテレビ番組で紹介してましたアルロースっていう希少糖なんですけれども、そのアルロースという希少糖、天然糖ですね、これを、香川大学の先生が、発見されました。日本はね、まだ情報がそんなになくてですね、まだ新しいアルロースという希少糖なんです。キシリトールみたいな希少糖という糖なんですが、それを服用して、どうなったかというのを検証してみてます。結果が出るまでに結構時間が多分かかると思うんですが、楽して痩せる、スポーツをして汗を流して筋トレをしてという感じではなくて、一番良くないんですけど、楽して痩せるわけがないと思うんですよね。で、楽して痩せるということで、ちょっと検証してみました。僕は楽してどこまで痩せれるのかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。毎年1年に1回だけ、人間ドックに通ってるんですが、だいたい言われるのがちょっと肥満みたいな部分で言われます。結構太って見られないんですけど、結構肉がついてて太ってます。検証したアルロースを使って検証した、まず1日目、最初ですね、 69.5kg です。はい、結構僕の身長だと重いと思うんですけど、身長がちっちゃいんで、69.5 重いと思うんですけど、これが1日目。2日目がね、 68.5、 ここで 1kg ですね。まあこれたまたまかもしれません。で、3日目が 68.2、4日目が 67.7。 結構67とかって最近行った時がなくて、たまたまかもしれませんけど。で、次が 67.7、 また同じ体重でした。6日目が 68.5、 ちょっと上がりましたね。で、7日目、1週間やった検証で 68.3、 ちょっと上がっちゃったですよね。一番スタートが 69.5 からスタートして、1週間経って 68.3、1.2kg 1週間で落ちた感じです。どういうふうに摂取してるかっていうと、まず1日なんですが、僕は 20g 摂取してます、合計で。これもしかしたら多いかもしれないですね。結構ハイペースでやってるんで、 20g を摂取しております。で、どういうふうにやってるかっていうと、僕が使ってるのは韓国のアルロース、香川大学が監修しているオリゴ糖が混ざっているやつもあるんですけど、僕はたまたまアマゾンで、韓国製の純度 100% だと思うんですけど、それを 1kg 6000円ぐらいで買いました。で、それをこれ使えるんですよ。100均の容器、これに入れて、で、これ口開くので、このままダーッと入れます。僕普段仕事の時ってジュースあんま飲まないんですけど、これ青汁なんですよ。はい、僕青汁、ちょっと仕事中青汁飲んでるんですけど、このやり方ちょっとこれ良くないと思うんですけど、青汁にめんどくさいんで、これ常に僕は飲んでるんですけど、この青汁にこれをダーッて 20g、 この量に対して、このマックスの量に対してこれ 20g ぐらい入れてます。20g、 これにね。で、これバーってシェイクして、飲んで、食事の前とか何か食べる前に飲むと、まあ、いいということなので、僕は食事の前にこの青汁を飲んでます。で、これね、あんまり甘みないんで、砂糖とかと比べると全然、結構入れても甘さはないんですよね。コーヒーに入れてもそんなに味は邪魔しない感じでしたね、僕の中では。で、基本的に仕事中これしか飲まないんで、これをずっと飲んでます。でね、1個これたまたまかもしれませんけど、僕の検証して3日目ぐらいなんですけど、おならが止まんなくなっちゃって、なんか仕事中はもちろん我慢してるんですけど、家帰ってからなんかおならが結構、おならが緩くなったっていうか、おならがちょっと止まらなくなってしまって、ちょっとなんかこうお腹が張るような感じになってたんで、たまたまかもしれないです。僕の食生活なのかもしれませんし、このアルロースをちょっと過剰に取ってしまったからなのかもしれないんで、今は 20g にしてるんですけど、はい、で、今現在は大丈夫です。3日目か4日目ぐらいはちょっとお腹がちょっとなんか仕事中もトイレ駆け込んだりとかして、なんか
腹痛になるっていうよりはなんかお腹があのガスで張るみたいな感じになってしまってて、でトイレ行っても別にこう出るっていうわけじゃなくてガスがちょっと溜まってるみたいな、そういう感じが結構あってありました。で今は現状は大丈夫です。1ヶ月ぐらいちょっと様子見てみたいなと思ってて、まず1週間の状況をちょっとアップしてみたいなと思いました。普段テレビとか全く見なくて、TVerでたまたまなんか暇な時になんかないかなと思って見た時に、カズレーサーと学ぶっていうチャンネルを発見して、このチャンネルがめちゃくちゃ面白いんですよ。皆さんちょっと見た方がいいですよ。なんかあのほんまでっか TV みたいな感じで、僕は結構面白いんで毎週楽しみにしてるんですけど、それでですね、それから毎週見てますね。 TVerでなんですけど、あのなんかああそうだったんだなっていうね、結構この間も睡眠のことやってたりとかして、宇宙生物はいるかみたいな話だったりとか結構面白いことやっててですね、その番組が面白くて見てるんで皆さんおすすめです。でその番組をたまたま見てた時に、その回がすごくて、皮膚にビタミン D だっけな、なんか皮膚にこう塗る痩せ薬みたいな、ラットで検証したりとかするやつがすごくて、でその時にアルロースも出てきて、このアルロースをあの食事前に取ったらあの脂肪燃焼したりとか血糖値が上がらないとかですね、これ糖尿病とかの治療にもしかしたら使えるんじゃないかみたいなことが言われてました。はい、で香川大学が発表してて面白いなと思ってですね、だからその番組で結構スイッチ入っちゃって、よっしゃこれはちょっと楽して痩せれるかもしれないと思って、ちょっとこれは検証してみないとなっていうことでやってます。で今現状僕結構68キロとかってなかなかなんないんですけど、89.何歩とか結構多いんですよね。で結構まあ効果がまだまだ出ないと思うんですけども、まあこのままちょっとどこまでいけるか、まあもしかしたら結果出ないかもしれませんし、あのもしかしたら痩せるかもしれませんしね、はい、ただ 7. 何歩までいったんで、あ結構もしかしたらいけるかなみたいな。あのアルロースを始めてから食事とか一切あのダイエット食に変えたりもしてませんし、普段と同じ生活を送ってるんですよね。あのもちろん時間なくてもちょっと運動もあんまできてない状態です。はい、であのちょうど 67.7 に差し掛かった時って結構暴飲暴食してて、あのたまたまその地元の洋食屋さんに行ったら結構3000円ぐらいのカツカレーがあって、たまたまそれを頼んで、それがめちゃくちゃでかくて、肉もなんかバーンとこうでっかいカツが乗ってて、ご飯もこれ何合あんだろうってぐらい結構でっかいの、もうお腹いっぱいで食べれないぐらい食べてですね、その次の日今度焼肉行ったんですよね、っていうような生活を送ってました。っていう状況で、67.7。で、次が、67.7 ですね。で、その次も 67.7。で、その後なんで増えたかちょっとわかんないですけど、その後は普通の生活してたんですけどね。結構暴飲暴食してて、このまま検証してですね、どうなるか。皆さんもし、コメントで何かメッセージがあったら、頑張ってよとか、アンチコメントはちょっと嫌ですけど、はい、皆さんちょっと良ければコメントをください。それによって、まあ、続けていきたいなと思ってますので、多分継続していけるんではないかなと思ってます。ただ飲むだけなんで、はい、なんで、まあ、もしこれが良ければ、まあ、美容師さんとかにもお伝えしたいと思うし、検証結果によってですね、お客様にもご紹介できるかなと思ってますし、まあ、Amazon で買えるんで、やっぱ楽して痩せたいっていうのは一番良くないんですけど、はい、良くないのは楽して儲けたいと楽して痩せたいですよね。まさしくこれ良くないことをやってるんですけど、まあ、ちょっと検証してみたいなと思ってますので、皆さんチャンネル登録といいねよろしくお願いします。はい、今後ね美容師のね裏情報ではないけど、美容師のね有力な情報とかも配信して継続していきますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上で失礼させていただきます。